アウトストラーダ A8 は、ポーランドの高速道路の一路線である。大部分の区間が、ポーランド南西部の都市ブロツワフの地域を走り、南端で S8 号線及び A4 号線と、北端で再び S8 号線と接続する。ポーランド第四の都市で、金融都市でもあるブロツワフの市街地を迂回する、バイパスの役割を果たしており、ブロツワフバイパス高速道路とも呼ばれる。また、 チェコのプラハからフィンランドのヘルシンキまでを結ぶ欧州自動車同時 E67 号線の一部を構成している。2011年に全線開通。全区間が無料通行区間となっている。ブロツワフ南西にある A4 号線との接続地点、ブロツワフ南ジャンクションを起点に、ブロツワフ市街の西部及び北部を走る。ブロツワフミコアイコペルニク空港やブロツワフ、 私立競技場への主要、アクセスルートでもある。1971年までの整備計画では、ポーランド中部の都市、ウッチまでを結ぶ予定であったが、2010年に現在のルートへと変更された。ブロツワフの地域と A8 号線の路線図、ブローツワフ空港 IC 付近、レンジンスキ橋、レンジンスキ橋、ありがとうございます。